カブクリ沼は宮城県大崎市にある沼である。カブクリ沼は北上川水系に属する。沼地の大部分は吉山小もに覆われていて、水面が現れている部分は少ない。沼の面積は100ヘクタールとも150ヘクタールとも言われている。カブクリ沼は冬鳥の越冬地でもある。日本国内で有数のマガンの飛来地の一つであり、早朝の飛び立ちや、 夕方の寝ぐらい入りを観察することができる。マガンの他には、大石喰や、大白鳥琥珀鳥が飛来する。大崎市のみならず、登米市や栗原市の区域を含む周辺の水田地帯と、共に、カブクリ沼は、集団ラ来地としての長寿保護区、国、指定カブクリ沼、周辺水田長寿保護区に指定されている。また、国際的に重要な湿地を保全する。 ラムサール条約に、カブクリヌマ、周辺水田として登録されている。これは、故障だけでなく周囲の水田を含めて、指定、登録されている珍しい事例である。この、カブクリヌマの周辺の水田では冬に、田を耕さずに水を張る陶器淡水、冬、水田んぼが行われている。これは渡り鳥に広く餌場、休息地を提供するものであると同時に、 鳥たちの風の肥料として、稲作を行う、渡り鳥と農業の共生を目指す取り組みでもある。距離としては、船や鯉、マハゼ、ボラが見られる。江戸時代に表された仙台藩の知史、法内明石市によれば、沼地の周囲にある栗林で微味な栗が採れたので、株栗という地名が生まれたという。同じく、仙台藩の知史である、法内風土記にもこれと似たような記述がある。 一方、安永風土器と通称される文献資料の内株、栗村の御用書き出しが記すところでは、この地にあった熊野神社の近くの畑で栗のような風味の株が取れるので、神明を株栗明神として崇めることになり、これがやがて村の名前にもなったという。またこの御用書き出しには、株栗,栗村が株栗沼で鳥を捕獲して仙台藩に献上していたことや、 沼の出水部に針場を設置して約150分を上納していたことが記されている。カブクリ沼は丘陵地に囲まれた遊水地で、この沼に流れ込む複数の河川の作用によって沼の周囲に三角衆が形成されていた。これは神殿開発に適した地形であり、カブクリ沼では江戸時代から昭和の戦後まで干拓が行われ、 沼の周囲は次第に水田へと変化していった。一方で1997年には、株栗沼に隣接する白鳥地区50ヘクタールが沼地として復元された。1999年に、田尻町は渡り鳥による食害を保障する条例を制定した。食害を引き起こす渡り鳥は農業の観点からは外町とも見られていたが、 この頃からマガンなどの渡り鳥と地域の共生を目指す試みが行われるようになった。この後、2005年11月1日に沼地とその周囲の水田を含めた区域が国によって長寿保護区に指定され、同年11月8日にウガンダで開催されていた第9回ラムサール条約定約国会議で登録出地となった。 JR 東日本東北本線たじり駅から車で約20分、東北自動車道古川インターチェンジから車で約45分。株栗カードクレジットカード会社のライフは、株栗沼の保全活動をする特定、非営利活動法人株栗沼コクラブへの寄付金を支払う株栗カードを2007年3月から2008年1月まで発行していた。 カード発行時に500円、カードを使用して、買い物をすると購入金額の0.3%相当額が、ナイフから沼っ子クラブへ支払われ、カード所有者が自己負担なしで自然保護活動へ寄与できるシステムだったが、申し込み者が少なくこのカードの発行は停止された。小惑星、かぶくり1991年1月18日に発見された。 高天周期3年7ヶ月の小惑星である。カブクリ沼がある大崎市の大崎障害学習センターが命名を提案し、2010年5月27日付で、この小惑星にカブグリと名前が付けられた。翼の折れたマルティスカブクリ沼のマガンが題材の童話である。ありがとうございます。